こんにちは、速稼塾の久保です。皆さん菓子パン好きですか？そして木村屋のパンというパン屋さんをご存知でしょうか？ちょっとこれ見てください。はい、もちろんほんの一部なんですけども、その木村屋さんからね、菓子パンをねだいぶ買ってきたんですよ。いろんな種類ありますよね。ちょっと今回は手始めにこのぐらいなんですけども、これをねバリ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 食べていこうかと思うんですよ。特にこれちょっと大きいんですよね。これね、普段のサイズのなんか 1.5 倍ぐらいありますね。秘密コッペなんですけども、通常の菓子パンのサイズと比べるとほらこんだけ違うんですよ。私の顔よりも大きいですね。私のでかい顔よりも。多分大食いの人でもこれ3つ食べたら結構お腹いっぱいになるんじゃないですかね。はい、ということで菓子パン食べてみたのコーナーも結構充実してきました。しばらくはこれをねバリ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 食べ尽くそうかと思います。では選手の紹介です。ソース焼きそばロール、チョコレートロール、これがマーガリンですね。で、いちごジャム、バナナ、ブルーベリー、コーヒー、シューロール、ドイツコッペ、ピーナッツロール、オレンジ、バナナ、そしてバナナのちっちゃい方ですね。以上なんですけども、まず手始めに傷みやすいこのソースからいただきますね。焼きそばからね、いただきます。何を隠そうね、さっきねペヤングの焼きそば食べた後に、あの山崎のなんとかかんとかのランチパックの焼きそば UFO 食べたばっかり、その後でこれですわ。うん、どんだけ焼きそばやねん。じゃあ